二分割グーグークラスターはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルのハウル・ギャンベルスタンダードキャンディ社により1912年から作り続けられているキャンディバー。円形のキャンディバーにマシュマロ、ヌガー、キャラメル、ローストしたピーナッツが入っておりミルクチョコレートで覆われている。ピーナッツの代わりにピカンの入ったグーグースプリーム、マシュマロ、 ガが、キャラメルの代わりにピーナッツバターの入った、ピーナッツバター、グーグーなどのバリエーションがある。当時の全体がチョコレートだった歌詞と違い、グーグークラスターは、様々な歌詞が組み合わされた、最初のキャンディバーとされている。名前は、赤ちゃんが発する音から付けられたとされる。発売当初、放送されずに、ガラス瓶から直接、工場のある地域でのみ販売されていた。 この頃まだ放送する機会がなくて作業の手間があったため、キャラメルなどくっつきやすいもの以外は放送されないことが多かった。1920年代、衛生面に注意が置かれるようになったため、放送するようになり、これに伴い全米で販売するようになった。グーグークラスター発売13年後の1925年に放送開始したグランドオールオプリーは頭文字がグーであり、 公開収録会場で販売されていた。Google クラスターを販売していた、スタンダードキャンディ社は長い間、この番組のスポンサーであった。1920年代から1930年代にかけてニッケルで栄養満点ランチと広告を出していた。この頃の栄養における問題は、特に労働者階級においてカロリーが不足していることだったため、 高カロリーの菓子が安価な栄養源として重宝されていた。1970年代、Google クラスターは子供番組ワンダーアーマまで景品として配られていた。ありがとうございます。